여러분 안녕하세요. 쉬워요 한국말에 잘 오셨습니다. 皆さん こんにちは. 쉬워요 한국말 야사시이 한국어에 ようこそ. 今日は 形容詞と動詞の連体形を紹介します. 連体形とは 名詞を修飾する時の形容詞や動詞の形を言います. 例えば 大きい部屋 綺麗な花の大きい綺麗なにあたる部分が連体形です。はい、それでは早速作り方を見てみましょう。韓国語の連体形には現在、過去、未来の3つの形がありますが、今日は現在の連体形を紹介します。まず 形容詞の現在連体形は五感にパチンがないときは運をつけます。また五感にパチンがあるときは運をつけます。動詞の現在連体形は五感の種類に関係なく基本形の語尾の「た」を取って ぬをつけます。ただパチムにリュールがある動詞はリュールが脱落するのでご注意ください。それからイッタオッタのつく形容詞の場合も連体形が動詞の連体形のようにぬがつくので注意してください。はい、それでは 次の形容詞を現在連体形に変えてみましょう。形容詞の現在連体形は五感にパチンがないときは運、五感にパチンがあるときは運をつけます。まずバルダ。バルダは速いという意味です。速度の速さを言うときに使います。 バルダの「た」の前、五感ですね。「た」の前のところにパチンがないので、「ニュン」をつけると連体形は「パルン」になります。はい、次は「パッタ」。「パッタ」は明るいという意味です。「た」の前のところ、五感にパチンがあるので、「ウン」をつけると連体形は「パルグン」になります。 はい、次は「キルダ」。キルダは長いという意味です。じゃあ、これは「リュール不規則」なので、リュールが落ちます。はい、連体形は「キン」になります。次は「タルダ」。「タルダ」は甘いという意味です。これもリュール不規則なので、リュールが落ちて、リュンをつけると連体形は「 単になります。はい、次は「ムゴプタ」。ムゴプタは重いという意味です。これは「ピュープ」不規則なので、「ピュープ」が落ちて母音の「ウ」が加わるので連体形は「ムゴウン」になります。はい、次は「シクロプタ」。シクロプタはうるさいという意味です。これも「ピュープ」不規則なので、 ピュープが落ちて母音の「ウ」が加わると現在連体形は「シクロウン」になります。次は「モシッタ」。はい、「モシッタ」はかっこいいという意味なんですが、「イッタ」「オッタ」のつく形容詞の場合、現在の連体形は動詞のように「ヌ」をつけるので、「モシッタ」の現在の連体形は「 モシンヌになります。はい、次は、この動詞を現在連体形に変えてみましょう。動詞の現在連体形は五感の種類に関係なく「ヌン」をつけます。ただパチムにリュールがある動詞はリュールが脱落します。はい、それでは「モルダ」。
모르다와知らないという意味です。知らないまたはわからないという意味です。語尾の他を取ってぬをつけると、現在の連体形はもるぬになります。次にうった、うったは笑うという意味です。さあ、語尾の他を取ってぬをつけると連体形はうんぬになります。次はてった、てったは聞くという意味です。はい、語尾の他を取ってぬをつけると、はい、現在の連体形はてんぬになります。次にどった、どったは、手伝うという意味です。語尾の他を取ってぬをつけると、連体形はどんぬになります。はい、次はさいだ、さいだは住むという意味ですね。これは、はい、받침にリウルがあるのでリウルが脱落します。はい、ですから現在連体形はさぬになります。次はあいだ、あいだは知る、あるいはわかるという意味です。これも받침にリウルがあるので、リウルが脱落すると現在連体形はあぬになります。はい、次は좋아하다、좋아하다は好きだという意味ですね。他の前に、他の前に、あ、語尾の他を取って、ぬをつけると、はい、좋아하는、現在連体形は좋아하는になります。はい、それでは練習に行きましょう。次の、形容詞を、現在連体形に変えてみてください。さあ、まずチマが짧다。さあ、チマはスカートという意味です。짧다は短いという意味です。チマが짧다はスカートが短いという意味ですね。さあ、これを、短いスカートに変えてみましょう。짧다は、짧다の、現在連体形は짧은になります。짧은치마、짧은치마というと、これは、短いスカートという意味になります。はい、次は음악이조용하다、음악は音楽、조용하다は静かだという意味です。자、음악이조용하다は音楽が静かだという意味ですね。これを静かな音楽に変えてみると、조용한음악になります。はい、次は영화가재미없다、영화와映画、재미없다は面白くないですね。さあ、映画が面白くないは영화が재미없다と言います。さあ、재미없다、있다없다のつく形容詞は、現在の連体形はぬをつけるので、面白くない映画とすると재미없는영화になります。はい、次は음식이짜다。さあ、음식は飲食、つまり食べ物という意味ですね。짜다は塩辛いという意味です。食べ物が塩辛い、음식이짜다。さあ、これを塩辛い食べ物に変えてみますと、はい、짠음식になります。はい、次は얼굴이못생기다、얼굴は顔です。못생기다、못생기다は不細工だという意味です。얼굴이못생기다、자、これを不細工な顔に変えてみますと、못생긴얼굴になります。못생기다の反対語は잘생기다、または예쁘다です。잘생기다は男性に、못생기、あ、잘생기다は男性に、예쁘다は女性に使います。못생기다は男女ともに使います。はい、次に거리가멀다。자、거리は距離ですね。자、거리가멀다、멀다は遠い、距離が遠い、거리가멀다です。
これは、リュー、バチムにリュールがあるので、リュール不規則なので、さあ、現在の連体形は、モンになりますね。で、遠い距離は、モン、コリになります。はい、次は、날씨が흐리다。날씨は天気。흐리다は曇るという意味です。はい、さあ、曇りの天気に変えてみますと、흐린날씨になります。はい、それでは次行きます。皆さんはどんな人が好きですか？またどんな会社に入りたいですか？今日習った連体形を使って練習をしてみましょう。어떤사람을좋아해요？どんな人が사람을좋아해요？好きですか？という意味です。자、잘웃다。잘はよく、または上手にという意味があります。うったは笑う。ざるうった、よく笑う。はい。じゃあ、よく笑う人が好きです。になると、すると、ざるうんぬんですね。ざるうんぬん、사람을좋아해요。と言えばいいですね。はい。次は、옷을잘입다。옷와服。잘は、よく上手に입다着る。これは、着こなしが上手だという意味です。じゃあ、着こなしが上手な人が好きです。にすると、옷을잘입는사람을좋아해요。と言えばいいです。はい、次は、책을많이읽다。책は本。많이たくさん읽다、読む。はい。じゃあ、本をたくさん読む人が好きです。にすると、책을많이읽는사람을좋아해요。と言えばいいですね。はい。次行きます。이야기が잘통하다。이야기は話。잘よく。통하다は、通じるという意味です。じゃあ、이야기が잘통하다は、話がよく通じる。という意味です。話がよく通じる人が好きです。は、이야기が잘통하는사람을좋아해요。になります。はい、次は、말이적다。자、말は、言葉です。적다は少ない。言葉が少ない。これは、口数が少ないという意味です。口数が多いは、まりまんたと言います。さあ、口数の少ない人が好きですは、まり、ちょぐんですね。ちょぐん、사람을좋아해요になります。はい、次は、욕심이없다。욕심이없다。これは、欲がないという意味です。자、욕심は漢字語で、욕は欲で、심は心です。で、욕심이없다は、欲がないという意味です。欲が深いは、욕심이많다と言います。자、欲がない人が好きです。にすると、욕심이없는사람을좋아해요と言えばいいです。はい、今度は、どんな会社に入りたいですか？자、어떤、どんな会社に、회사에들어가고싶어요。入りたいですか？분위기が좋다。분위기は、雰囲気という意味で、좋다はいい。雰囲気がいいは、분위기が좋다ですね。자、雰囲気のいい会社に入りたいです。というと、분위기が좋은회사에들어가고싶어요と言えばいいです。次は、휴가が많다。じゃあ、휴가は休暇、休みを휴가と言います。많다は多い。じゃあ、休みが多い会社に入りたいです。になると、휴가が많은회사에들어가고싶어요と言えばいいです。はい、次は、
월급을많이주다월급과これは漢字語で月給と書きます給料という意味ですね월급을給料を많이주다たくさんくれる자給料は高いという意味ですね자給料をたくさんくれる会社に入りたいですは월급을많이주는회사에들어가고싶어요と言えばいいです次に자일이편하다일과仕事편하다와楽だという意味です자仕事が楽だはい자仕事が楽な会社に入りたいですにすると일이편これは편한になりますね일이편한회사에들어가고싶어요になります次に일찍퇴근하다자일찍와하약く퇴근하다퇴근はこれは漢字語ですね退勤と書いて仕事が終わって家に帰ることを퇴근と言います早くさ退勤する仕事が家に帰られるという意味ですねさ早く家に帰られる会社がに入りたいですは일찍퇴근하는회사에들어가고싶어요と言えばいいですはい次は집에서가깝다자집에서うちから가깝다가깝다は近いという意味ですじゃうちから近い会社に入りたいですにすると집에서가까운ですね비유不規則なので가까운회사에들어가고싶어요と言えばいいですはい、それでは練習問題に行きますじゃあ括弧の中の形容詞と動詞を現在連体形に書いてみてくださいまず1番제동생은웃는얼굴이귀여워요자제와타시노동생동생와이모토마타와오토오토동생도이마스제동생은와타시노이모토마타마타와오토오토와자웃는웃는와웃다와라우노렌타이케겐자이렌타이케데스자와라우카오웃는얼굴이귀여워요귀여워요와가와이이데스はい、次2番いきます。매운음식은잘못먹어요。자、매운は、맵다、辛いの連体形です。매운음식、辛い食べ物。辛い食べ物は、매운음식은잘못먹어요。잘못먹어요は、よく食べられません。つまり、これは苦手です。という意味ですね。자、辛い食べ物は、苦手です。매운음식은잘못먹어요はい次は3番김치담그는방법을가르쳐주세요자김치와キムチ담그다キムチを作るキムチをつけるですねキムチをつけるを김치를담그다と言います자キムチをつける方法담그다の連体形は담그는ですね자作るまあ、つける方法は、담그는방법になります。담그는방법을、方法を、가르쳐주세요。가르쳐주세요。자、가르치다、教える。가르쳐주세요は、教えてください。という意味ですね。はい。次行きます。4番。슬픈영화는、보고싶지않아요。자、슬픈は、슬프다、悲しいの連体形です。슬픈영화와가나시이에이가가나시이에이가와슬픈영화는보고싶지않아요고싶지않아요와나니나니시다고ありません보고싶지않아요미타고ありませんですねはい次は5番저는시간을안지키는사람이싫어요자저는와타시와시간을지간을안지키는안はこれは否定を
자作る時の表現ですね。否定文を作る時の表現です。자지키다지키다は守る守る지키다の連帯形が지키는です。안지키는は守らないですね。守らない人사람사람이싫어요싫어요は嫌いです。はい、それでは6番いきます。무슨기분나쁜일있었어요。자무슨は何か。기분나쁘다。자기분이나쁘다。기분나쁘다は気分が悪いという意味ですね。나쁘다の連帯形は나쁜です。자기분나쁜일は気分が悪いことですね。気分が悪いことが있었어요ありましたかという意味になりますね。はい、次は7番です。어깨가넓고다리가긴남자를좋아해요。자어깨와카타ですね。어깨가넓다。자넓다넓다와広い넓고広くて다리가길다。다리와아시。자다리가길다와아시가나가이です。길다와これはリアル不規則なので、現在の連帯形は金になります。다리が金、足が長い。男자를좋아해요、男の人が좋아해요、好きですになります。はい、皆さんいかがですか。今日もたくさんの表現が出てきたんですが、言いたい時にパッと言えるように繰り返して復習練習してください。今日はここまでです。それでは皆さん、また会いましょう。여러분또만나요。